おはようございます。ジャスト株式会社代表関正樹です。今回は、はい、仕事のことで、はい、仕事どういう仕事が手をつけていくかっていう話なんだけど、はい、フランクリン・コビーの7つの習慣から出てきた手帳を使ったことある？ないです。まあ優先順位つけなさいって話なんだけど、はいはい、いやっていうか僕はね、ただ優先順位つけるだけではちょっと、まあ、自分もつけてるんだけど、はい、優先順位はね、はい、つけてるんだけどそれだけではダメだなと、はい、感じてる、はい、で最近までつけてたのはね、はい、あのね、これの仕事は投資かどうか、はい、この仕事は単なる仕事、はい、あるいはルーチンワーク化されてるものか、はい、あとは、収穫、はい、いや投資して仕事が発生してそれを収穫していく、はい、こういうリズムで、できるだけ自分はこれをやっていこうと思ったから、はい、そう、自分が投資家になりたいと思ったら、はい、投資をできるだけ多くしたいなと、はい、こういう優先順位つけてたんだけど、うん、はい、最近まあ大体投資家になってきたので違う優先順位の、はい、あ、優先順位じゃない、種類ね、はい、ちょっと前回のやつと前回の番組と関係あるんですけど、はい、難しさ、はい、例えば難しい difficult、 簡単なら S でいいよね、はい、でまあ大体中間ぐらいでミドルで、はい、示して種類分けする、はい、と何が起こるか、はい、何が起こるか、うん、で優先順位ね、例えば、はい、A、B、C ってやるよね、はい、でこれだけだとどっから手つける？ A、B、C だけだと、うん、A から基本的には。そうそう、でこれは大変難しかったりややこしかったり、はい、気が重かったりするので、はい、なかなかね、うだうだやっちゃう、はい、うん、やっぱね、こっからつけるべきだ。シンプルで簡単なとこから。脳もね、やっぱ簡単なんていうか、テストと同じだよね。簡単なところからやって、はい、後で難しいところ取り組まないと、はい、まあ点数取れないよね、はい、でこっからやれるんだったらもうで乗ってきて、はい、脳が乗ってきたら難しいところ行けばいいんだよ、はい、でやっぱね、僕前国立、結構難しい国立大学に出た人雇ったことあるんだよね、はい、で今日1日5件回りなさい、はい、ってやったんだよね、はい、これで一番最初、まあ、地図渡したんだけど、一番最初のところで、はい、なんだ、水道工事があって地図通りじゃないんだよね、はい、これでこう丸1日かけて1件しか回らなかった、はい、で俺はどう僕はってこいつできねえなって思っちゃうんだよね、はい、うん、それよりも簡単な4件を回ってきて、ちょっと1件はちょっと工事中でダメでしたって、はい、うん、どっち評価高い？うーん、1件も回れなかったよりは4件、うん、いや4件回ってもらった、はい、でこれ同じことなんだよ、はい、で大体ホワイトカラーの仕事は大概ね、はい、まあ、優秀になったり成長すればするほど、はい、任されるのが大雑把になる、はい、大雑把、はい、分かる？できないうちは、はい、仕事できないうちは細かく指示される、はい、これやってこれやってこれやってこうしてこう、はいはい、できるようになったらこの事業を立ち上げて任せるよ、この予算上げるからって、うん、はい、いう話になるんだよね、はい、うん、でまあって言ったら、そう、だんだんホワイトカラーってそうなってくる。それが成長の度合いだと思って、はい、大まかになる、この任されることが指示がもう大まかになればなるほど、はい、うん、俺は仕事できるようになってる、はい、と思っていた時に、こういう時にだよ、はい、どうもチラシ作り苦手です。でもチラシ作んなきゃダメでしょ、はい、で1年間かけてチラシ作って何も売り上げ上がりませんでしたって、はい、話にならないよ、はい、うん、なので優先順位つけるの重要なんだよね、はい、重要なんだけど、うん、やっぱね、
とりあえずなんかこれ売り上げとりあえず出しました、はい、うん、ってやんなければこれ評価されない、はい、はい、うん、なのでね、やっぱこの簡単か、まあ、中ぐらいかシンプルかっていう、はい、こう色あの分け方をして、まずここから手つけて波に乗っちゃうことだよ、はい、俺らこれもいけるよ、はい、うん、その、あのなんかな手順を間違えてはいけない、はい、うーん、いう話ですね。どうもありがとうございました、はい、ありがとうございました。